立花さん、あまり無理しない方が。何言ってるの、せっかく作った新聞よ。少しでも目立つところに貼るのは当たり前でしょ。でもさ、僕の腕でもうしびれてて。Thank you.
動、千里の道も一歩から。こういう地道な活動を続けていればこそ、いつかは私たちにふさわさしい大きな事件にも巡り会えるというものよ。依頼を受ける代わりに真由美先生のパソコンを使わされてもらえるようにもなったんだしね、めぐるくん、これからはいろいろ活動をしやすくなると思うわ。そうだね。こんなことしてどういうつもりだ？久しぶりね。
に走り出したりして。忍ぶ、え、桜田忍ぶ、僕が転校する前の学園の同級生だったんだ。めぐるくんの知り合いなんだ。よろしくね。私立花忍宮美也子。これでも一応書と各の市の所属する新聞部の部長なの。ねえねえ、なんか険悪な雰囲気。懐かしい気球を取ると再会会ってわけじゃないの？私と正々堂々戦うのが怖くて。戦う？逃げ出した？とにかく私の望みは桃井くん。あ、そのために私はわざわざあなたを通ってこの花が楽園に転校をしてきたんだから。勝負だって？そうよ。聞けばあなたたち新聞部を立ち上げたんだそうぞね。あたしもこれから推理探偵同好会を作ろうと思うの。覚えておいて。いずれふさわしい事件が起こった時、私は必ずあなたたちよりも先にこれを解決してみせるわ。なーにあれ、嫌な感じ。ちょっとめぐるくん、なんでこんな風に言われてた待ってるんだよ。昔の彼女。って言ったら驚く？え？違うの？ママ、変なこと言わないでよ。ごめんごめん。立花さん、ちょっと今度そんな冗談言ったらただじゃ済まさないわよ。言った。あれ、パスケース落としとしましの彼氏だ。キャッ、あ、すみません。もしかしてあの時の人が。落とした人きっと困ってるね。ないみたい。定期とかもないし、どうしようか。あ、めぐるくん、それ開けてみれば、ケースの持ち主がわかるかもよ。え、でもいいのかな。
人のもの勝手に。それはさ、そうどうだけど、でも落とした人だったってパスパスが戻らなければ困るでしょ。これはど、何が書いてあるの。よくわからないけど、これ骨髄移植者の臓器提供者ドナーがレシピエントと、つまり移植患者の人に向けて書いた手紙みたいだ。手紙なのに名前も何も書いてないなんて。ドナーとレシピエントは基本的にお互いの演出上を教え合うことが禁止されているからね。そっか、残念。それじゃあパスの落とし主見つけられないね。どうしよう。そうでもないよ。骨髄移植を受けた人なんてそうはいないはずだし、学校のこのデータベースか何かで調べればすぐわかるんじゃないかな。そうだ、ちょうど子猫探しの記事も貼り終えたことだし、科学のあゆみ先生のところに行ってみましょう。ステン先生のパソコンなら学園のデータベースに直接アクセスできるでしょ。なるほど、そうだね。失礼します。お邪魔します。桃井くんたちじゃない。めぐるくん、何見てるのよ。立花さん誤解だよ。僕は別に。別に何があるって言うのよ。だからただ。ほら、科学室で暴れない。危ない薬品になったり流行るんだから。で、そういえばどう、少しは今亡くなっちゃった子猫ちゃんの手がかりよりつかめためかしらしゃ。まだですよ。こないだ頼まれたばかりじゃないですか。でも、もう一応記事は張り出しと聞こえましたから。なるほどね。骨髄移植の手術を受けたことがありそうな生徒を探せばいいのね。いいわ、あなたたちには借りもあるし、特別よ。出たわ。神崎イオナ3年生ね。この学園で手紙の条件に当てはまるのは。やったね、めぐるくん。先生、どうもありがとうございました。イオナさんですか。